ありがとうございました。アローアゲインお送りしました。トランペットソロ、マスコ君吹いてくれましたけども、こういう昔の、古い曲をなぜ我々が演奏できるかと言いますと、全部彼がアレンジしてくれてるんですね。音源はどこからとは明かせませんけども、いろいろ著作権の問題もあるのであまりオペラには言いませんけども、いろんなさっきのロビンソンもそうですけども、彼がいろんな音源を駆使してですね、こういう昔の曲も、こうやって再現というか演奏できるわけです。ということで、ちょっと私ばっかり喋ってますので、せっかくですので、わざわざ山形からお越しの春川あずささんにぜひ、米沢の印象も含めてこの雪道路祭りとかさまざま3分30秒ぐらいお話をお願いします。はじめまして、山形から来ました春川あずさと申します。普段は演劇などもしていて、今日は踊らせていただく機会を設けていただきました。ありがとうございます。米沢すごい雪ですね。山形だと多分歩道はこのくらいかな、歩道に除雪して雪集めてこのぐらいなんですけど、もう人が隠れるぐらいでびっくりしました。あと今日せっかく米沢なので梅酒、米沢の梅酒、東宝さんでしたっけ、東宝さんの梅酒を買おうと思って、今日終わったら行こうかなと思ったら、上司園の方、上杉上司園の方で売ってて、すごい今日帰ってお酒飲むのが楽しみです。はい、以上です。ではお姉さん。皆さんこんにちは。上杉雪道路祭り開催大変おめでとうございます。プルプルさんと1年半前に良きご縁をいただきまして、このように踊らさせていただいております。これから先もですね、プルプルさんの素敵な音色を響かせていただきたいと思いますので、皆さん胸キュンキュンさせながらこの後も聴いてくださったらいいと思います。私たちダンシングチームも頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ貝之瀬さんも一言。一言しゃべれとのことでしたが、何も用意はしていませんでしたので、ここでおしまい。あ、素晴らしいですね。ありがとうございました。今のアローンアゲインなんですが、これ何回もやってるんですけども、なかなかうまく吹けないっていうか、感じが出せない。どうしても私たちクラシックとか吹奏楽から入ったもんですから、ポピュラー、ポップス、ジャズのリズム感が出すのがなかなか難しいんですけども、少しずつ感じが出せてきたかなっていう気はしています。あと今日かなり温度が低いもんですから、音程が全部低めになって、なかなかちょっと大変ではございます。もう少しですので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。それでは5曲目ですけども、お披露目陽子さんのダンシングヒーローを演奏します。この曲は1980年代の曲だったと思いますけども、去年ですね、大阪の、富岡高校のダンス部の方が YouTube にアップして、今どのぐらい再生回数ありますでしょうか。4300万とか400万ぐらいの再生回数を誇っておりますけども、リバイバルヒットをお送りしたいと思います。それではダンシングヒーローを聴きください。